ちゃん、あの人何をしているの？リサ、危ない！逃げて！コン・マットレス運動、ミステリー案内人です。おりゃっと！素晴らしい回転です。オリンピック狙えるのでは？俺が出たら規定違反だろ。それより、今日はマットレスに関する話なのか？はい。でも、こんな風に楽しい運動で終わりませんがね。それでは早速見てみましょう。どうかよろしくお願いします。妹を探しています。彼女の名前はローラ。行方不明になった妹を探し続けて4年が経ちますが、有力な情報は何一つ得られていないようです。ああ、マットレスを食べた男に丸飲みされた行方不明の妹だって？お前頭が狂ってんじゃねえの？本当なんです。私の妹は男に丸飲みされて以降、行方不明で、同じ経験をした人は知りませんか？そんな奴いるわけねえだろ。寝言は寝てから言えってな。そんな。実は、ローラの妹のリサは特殊な状態で行方不明になっていました。そのため、ローラの話を信じてくれる人は誰もいなかったのです。リサ、一体どこにいるの？このビラは何かしら。人探しをしていて。そんなある日、ローラは運命を変える女性と出会うことになったのです。妹が男に丸飲みされて以降、行方不明なのね。信じられない話だとは思うんですけど。信じるわ。え、本当ですか？都市伝説のような話は興味があってね。よかったら何があったか私に聞かせてちょうだい。力になれるかもしれないわ。わかりました。私はローラです。私はシュガーよ。よろしく。こうしてローラは自分の話を信じてくれたシュガーという女性に経緯を説明することになりました。行方不明になった妹を探しているのよね。はい。だけど、男に丸飲みされて行方不明になったと言っても、誰も信じてくれなくて。一体何があったか、詳しく話してちょうだい。これは4年前、私が14歳で妹のリサが6歳の時のことです。リサも小学生になるから来月から一人で寝るんだよ。大丈夫？もちろん、私だってお姉さんだもん。その日、私は妹のリサを連れてマットレス店に来ていました。小学生になったリサが一人で寝るためのマットレスを買いに来ていたのです。どれがいいかしら？私ピンクがいい！なら、ピンク色のマットレスを探そっか。キャー！え？何？そんな時、突然悲鳴が聞こえてきて、お店にいた人たちが何かから逃げ始めました。何が起きたのかわからず、私たちが呆然としていると。お姉ちゃん、あの人、何をしているの？わからない。信じられないと思いますけど。男性が大きなマットレスを丸飲みしていたんです。とにかく警察に。え？リサ、危ない！逃げて！そして、リサは私の目の前で、その男に丸飲みされました。確かに信じられない話だわ。その後はどうなったの？誰かが呼んでくれた警察が突入してきて、麻酔銃を撃たれて男は捕まりました。他の人の証言もあって、その男は突然マットレスを食べた罪で捕まりました。けど、あなたの妹を食べた罪では捕まらなかったということね。はい。妹が丸飲みされたのは私しか見ていなかったし、店内には監視カメラもなかったんです。だから、妹が丸飲みされたと言っても、私の妄想だって警察に言われて。その男はどうなったの？目覚めた時には何も覚えていなかったようです。マットレスや妹を丸飲みしたこともすべて忘れていて、結局、すぐに刑務所から出てきました。なるほど。その男が丸飲みする力があって、妹が本当に食べられたってことはないの？警察はすぐに彼のお腹の中を CT で調べたんです。だけど、マットレス含め、人間の肉や骨も一切見つからなかったって。それで妹はまだ生きていると信じているのね。はい。遺体が見つからない限り、妹のリサはまだ生きているはずです。分かったわ。私もこの事件について興味はあるし、一緒に調べてみましょう。さ、私を連れて行ってくれるかしら。え？どこにですか？こうして事情を説明したローラは、シュガーにある場所へと連れて行くように言われたのでした。シュガーさん、ここって。あなたは何度も来て、もう用はないかもしれないけどね。はーい。って、あんたは。こんにちは。この人は？私のお友達です。また、あの時のことを聞かせていただきたくて。もちろんだ。中に入ってくれ。ローラたちは、例の事件の犯人である、ビリーという男性のもとを訪れていました。ローラも警察も何度もビリーから話を聞いてはいましたが、シュガー自身がちゃんと当時のことを本人から聞きたかったようです。あの時は、本当にすまなかった。もういいんです。精神鑑定の結果、犯行当時のあなたは心神喪失状態で責任能力がなかった。何度も謝っていただきましたし、これ以上あなたを責める気もないです。でも、俺がマットレスやあんたの妹を食ったのは事実だし。そうよ。その事実は変わらない。だからこそ彼女の妹を探す協力をしてほしいの。マットレス含め、彼女の妹がどこに行ったのか知るためにも、当時のことをまた教えてくれる？わかった。こうして事件の犯人であるビリーは、当時自分がどんな状況だったかを説明し始めました。おお、面白い画像がたくさんあるな。その日、俺は家でネットサーフィンをしていたんだ。都市伝説や怪異が好きだから、怪しいサイトでグロい画像ばかり見ていたよ。ああ、やっべ。新しいマットレスを買わないといけなかったんだった。そして俺は最近マットレスが破れたこともあって、例のマットレス店に行ったんだ。おお、このマットレスの座り心地、なかなかにいいな。てか、なんだか眠くなってきた。いろいろなマットレスの居心地を試しているうちに、どうやら俺は眠ってしまっていたらしい。なんだこれ！ここはどこだ！気づけば俺は病院で拘束された状態で CT 検査を受けていた。あなたは眠っている間に無意識に犯行を行ったということね。そして目覚めた時はすでに捕まって病院で検査を受けさせられていた。その通りだ。すぐに警察がビリーさんを病院に連れて行ったのは、私が警察に妹が丸飲みされたと必死に伝えたからです。検査して確かめてほしいって。だけど彼のお腹の中には妹はおろか、マットレスの破片すら見つからなかったのね。ああ、何度も話したけど、俺はマットレス店で眠ってからの記憶が一切ないんだ。胃の中に証拠もないから大した罪にもならずに出てこられた。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだけど、俺もどうしたらいいのかわからないんだ。ビリーさんは気にしないでください。もちろん、最初は恨みました。でも、原因もわからないし、実際に妹はビリーさんの胃の中にはいなかったし。そもそもマットレスや人を丸飲みにするってこと自体が非常事態だし、普通の思考で考えてもダメだわ。きっとビリーは何かに取り憑かれていた状態だったんでしょう。俺が取り憑かれていただって？幽霊とか悪魔とかがこの世にいるってことですか？私はそういう類のものがこの世にいることはすでに知っている。とりあえずビリーがそんな状態になった原因を調べるためにも、あなたが当時使っていたパソコンを貸してくれる？パソコン？ローラたちは当時ビリーが使っていたパソコンを持って帰ることにしたのでした。シュガーさん、今から何をするんですか？ビリーは言っていたでしょ。あの日、都市伝説や怪異が好きだから、マットレス店に行く前に、怪しいサイトでグロい画像ばかり見ていたって。まさかその画像の中に、ビリーさんがおかしくなった原因があるって言うんですか？警察たちは全く関係ないと思って調べなかったようだけどね。この世には見るだけで人を狂わせる画像もあるのよ。なるほど。ビリーが4年前に使っていたパソコンから、当時彼が見ていた画像を全て抽出したわ。あなたのパソコンにも半分送ったから、手分けしてチェックしましょう。でもシュガーさん、もし本当にその画像の中にビリーさんを狂わせた原因があったら。今回は私たちが来るかもね。ま、その時はお互いに助けることにしましょう。大丈夫かな。これくらいしないと4年も謎だったものの真相は解けないわ。さあ、やるわよ。こうしてシュガーたちは手分けしてビリーが見ていた怪しい画像をずっと見続けました。こんなグロい画像が人気なのは私には理解できませんね。私はオカルトが好きだから見ていて楽しいけどね。今回の事件に興味が出たのもオカルト好きだからだし。それは本当に助かります。でも見ていて気分は悪くなるけど精神が狂う感じはないですね。確かに何も起きないわね。ああ、私の分は終わったわ。シュガーさん、お疲れ様です。私はあと少しです。終わったら起こして。私は疲れたし少し寝るわ。はい。自分の分の画像を全て確認したシュガーは何も起きなかったため昼寝をすることに。ですがこの行動こそ例の事件を起こしたきっかけでもあったのです。はあ、怪しい画像は何も出てこないな。あれ、シュガーさん、もう起きたんですか？ふわー。なんと突然起き上がったシュガーが自分のベッドのマットレスを丸飲みし始めたのです。シュガーさん、目を覚ましてください。ああ。そしてローラは狂ってしまったシュガーにそのまま丸飲みされてしまったのでした。狂ったシュガーに飲み込まれたローラは気づけば見知らぬ場所に来ていました。そこは枕やマットレス、クッションなどでできた城の中のようでした。ぬいぐるみが吊り下げられている。一体ここはどこなの？あれは。そして、ローラは自分のいる位置の近くにシュガーが丸飲みしたマットレスを見つけたのです。まさか、飲み込まれたものや人はこの場所に転送されるってこと？じゃあ、リサもいるかもしれない。そう思ったローラは、その怪しい城の中を探索しようとしましたが、そう簡単にはいきませんでした。何これ？なんと、たくさんの枕が重なってできた怪物が現れ、ローラの邪魔をしてきたのです。その時、ローラは道端に落ちているナイフに気がつき、怪物に投げ飛ばしました。小型ナイフがあった。えい！聞いていない。どうして？しかし、魔物からは羽毛が出るだけで効果はないようでした。リサを見つけたいの。どうか言ってよ。倒れた。なんと小型ナイフでも倒れなかった枕の怪物はクッションを当てられただけで崩れてしまったのです。その後もローラは次々と現れる枕の怪物にクッションを当てて倒しながら先に進みました。え？ランランラン。リサ？先に進むとローラは枕やクッションの壁に絵を描いている少女を見つけました。髪の長さは変わっていましたが、それは紛れもなく4年前に行方不明になった妹のリサだったのです。お姉ちゃん？そうよ、リサ！あなたをずっと探していたの！お姉ちゃん！無事でよかった。さあ、すぐに帰りましょう。無理だよ。私もこの城に来てから4年間ずっと出口を探してきた。だけど出口はどこにもなかったの。そんな。時々マットレスやクッション以外にも食べ物が現れたりしたから生きてこられた。だけど、ここからは出られないってこの城の主も言ってた。城の主？僕のことだよ。あなたは。声が聞こえた方を振り向くと、枕の羽毛を食べているパジャマ姿の中年の男性がそこにいたのです。ひどい匂いね。あなたがこの異常現象の犯人なの？そうさ。君もこの枕を食べるかい？いらない。それよりどうしてこんなことを。枕は味も匂いも手触りも最高だ。そんな大好きな枕やクッション、マットレスだけでできた僕だけの城を作るためさ。これは僕の傑作なんだよ。狂ってる。人々が食べた枕とかがここに転送されているのは何なの？マットレスは高いだろ？だから効率よく集める方法を考えたんだ。その答えが人々に食べさせてこの城に転送させることさ。意味わかんない。どうやったらここから出られるの？ここからは出られないよ。僕はずーっと枕に囲まれて生きていきたいんだ。だから出口なんて作ってない。そんな。大丈夫。食べ物もたまに転送されてくるし、枕もおいしい。その子と同じようにここで暮らしていけばいいさ。ほーら、枕投げをしてもいいよ。リサは4年も出口を探して見つけられなかったと言っていた。本当に出口はなさそうだし、どうすればいいの？こうしてローラがこの世界から外には出られないと思った時でした。なんだこれ？地震？地震じゃないわ。なんだお前は？シュガーさん！重機に乗ったシュガーが壁を突き破って中に入ってきたのです。無事だったんですか？目覚めたらあなたとマットレスが消えていたから、部屋につけた監視カメラ映像を見たの。そしたら、私が無意識に丸飲みしていて驚いたわ。でも、どうやってこの場所がわかったんですか？私とローラのどちらかが狂って、部屋にあるものを丸飲みすると予想していた。だから、部屋にあるものすべてに GPS をつけていたのよ。どうやらシュガーは自分が丸飲みしたマットレスの位置情報からこの世界にたどり着いたようでした。ここはアメリカのモンタナ州の遠隔地。誰もいない場所にこんな枕やマットレス、枕でできた城があるなんてね。ふざけるな！ここは僕が長年かけて築いた王国だぞ！勝手に壊して許せない！許せないのはこっちよ。あなたの身勝手な欲望を満たすために謎の力で人々を操ってこんなことをするなんて。うるさい！枕投げで倒してやる！襲いかかってきた城の主に対してシュガーは銃を構えます。勝手に言ってなさい。これで終わりよ。シュガーさん。大丈夫よ。麻酔銃で眠らせただけ。聞きたいことは山のようにあるからね。よかった。もしかして私たちここから出られるの？ええ、私が開けた穴から出ましょう。城の主が出てきた瞬間、城が崩れたよ。あの男の力があってこそ成り立っていた城だったのね。彼はどうやら SCP だったみたい。 SCP は自然法則に反した異常な物品、存在、現象、場所のことよ。それを収容、研究するのがあの SCP 財団って組織なんですよね。ええ、あとは彼らに任せたらいいわ。私たちは結果を待ちましょう。こうしてローラは SCP によって行方不明になっていた妹のリサを救い出すことができたのでした。ひえ、あんな風変わりな SCP もいるんだな。SCP-5126 マットレスでも食ってろですね。マットレスを食べたら正気に戻るんですが、こうやって人まで飲み込んでしまった場合は厄介です。本当にリサさんが無事に見つかって何よりでした。あとは財団に任せましょう。皆さんも記憶のない間にマットレスを飲み込んでしまわないようご注意ください。それでは、バイバイチーン。今回の相手は SCP-5126、通称マットレスでも食ってろと呼ばれるものだったみたい。レベルはセーフで、そこまで危険ではないデジタル画像のことよ。ビリーさんやシュガーさんが見てしまった画像のことですね。ええ、その画像を見た人間は眠りについた後に覚醒し、枕やクッション、マットレスやぬいぐるみを食べ始める。そして食べたものは胃の中からあの男のいた城に転送される。あの男はどうなったんですか？あの男は SCP-5126A と名付けられて財団の管理下に置かれているわ。安心してちょうだい。よかった。でも、まさか SCP って怪物が原因だったなんて。この世には私たちがまだ知り得ないことはたくさんあるからね。気をつけていかないと。